山田哲人0割4三振。誰だこいつを呼んだのは。首やろ懇談。逆に一郎曲線定期。花粉の時期はしょうがない。すまん、糸原でよくね。サポート侍以下やん。山田哲人夫さんすこだ。ホームランボールも打ち損じまくってるし終わりやね。春の山田知らんのか。韓国戦だけスタメンでええよ。それ以外は全部巻き。球数めっちゃ投げさせてんのでかくね。今の山田はこんなもんやろ。驚いてるのはパリーグファンと栗山くらいや。高津が気づいてるかどうか知らんけど、正直村上の前がこの人なの助かってるで。今から糸原呼んでもいいぞ。最後の試合でセンター前やで。甘い球をことごとく仕留め損なっとる。感動枠やね。よみがえれ山田でホームランや。レベル低い1次ラウンドは打つんだろうな。シーズン見てたらとてもじゃないけど代表になんか選ばんよな。完全に昔のイメージだけで選ばれてる。スタメンセカンド中のでええやろ。マジン切りやめろや。チームバッティングしてくれ。セカンドがマジでやばい。牧の守備で先般になる予感がひしひし。ご視聴ありがとうございました。